こんにちは、お片付け研究室チャンネルの P です。今回はシンプルな暮らしは掃除からというテーマについて、増野俊明さん、沖幸子さん著、片付けはほんの一手間、掃除の極意を禅に学ぶを元に考察していきます。この動画を見ることによって、掃除は物を捨てることから始まり、シンプルで簡素な暮らしに近づける方法を学ぶことができます。それでは早速参りましょう。突然ですが、便利なものに囲まれた暮らしをしているにもかかわらず、その暮らしが幸せとは思えない、何かが満たされない、もしそんなお悩みを抱えた方がいたら、あなたは何とアドバイスしてあげますか？便利な暮らしをすることで心の豊かさは手に入れられるかといえば、そうとは思い切れないのです。そこでご提案したいのが本書、片付けはほんの一手間、掃除の極意を禅に学ぶにて取り上げられている禅の考え方を参考にしたお片付け方法です。心の豊かさを手に入れることイコールお片付けと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、詳しいことは今からご紹介いたします。今回ご紹介することを実践していただくと、ただ物を捨てるのではなく、自身の心の溜まった塵も一緒に落とし、心豊かな暮らしができるようになるという学びが得られることでしょう。それでは具体的な方法を解説していきます。一言で言うと、掃除することで雑念を払い、それがシンプルな暮らしにつながるです。本題に入る前に、シンプルで簡素な暮らしがなぜ心の豊かさにつながるかということをもう少しご説明します。本書では、シンプルで雑念のない生き方とは、暮らしに目を向けられ、生き方や生活環境を整えられるとし、それが心豊かな暮らしにつながるとしています。つまり、日々の暮らしで心の豊かさを得るには、シンプルで簡素な暮らしを目指すといいということなのです。シンプルで簡素な暮らしとは、必要なもののみに囲まれた雑念のないクリアな暮らしのこと。そのようなシンプルな暮らしを目指すには、掃除が欠かせないとしています。本書では掃除の心得、手法などを禅の言葉と交えながら解説されています。ここで言う掃除とは、汚れたところをきれいに清掃することはもちろん、物を捨てる行為についても一貫して掃除であると捉えています。掃除によって心を整え、雑念を払い、物欲を抑え、最低限必要なものを持つように心がけると、シンプルで簡素な暮らしを目指せるのです。ここではお掃除を通してシンプルな暮らしを目指すためのポイントを3つに絞ってみました。掃除とは、己の心を洗い磨くこと。お掃除は汚れの引き算。持たずに暮らすシンプルな生き方を目指す。ここからさらに詳しくこれらを一つ一つ解説していきます。掃除とは、己の心を洗い磨くこと。まずはじめに、掃除とは己の心を洗い磨くことについて解説していきます。人の心は乱れやすいものです。なので、それを律する必要があります。ではどうやって行うのか。それが掃除を行うということです。掃除を行うことで、己の心を磨き整えることができるのです。禅寺の修行僧は、日頃掃除を行う際に、己を磨くつもりで磨きなさいと教えられます。乱雑な空間の中では、心が乱れやすいため、妄想、執着心など雑念が生じやすいのです。それらを律する、拭うための修行が掃除だと言えます。同じ修行でも、座禅が静の修行なら、掃除は動の修行なのです。また禅の言葉に、空間をきちんと正常に整えてこそ、心が整い、心身が生まれるという考えがあります。これは一掃除二心身と呼ばれています。つまり、掃除とは、汚れを取るのが目的ではなく、心を磨くために行う行為であり、また掃除とは、日常の中にあって無心になれる貴重な時間であると言えるのです。ちなみに、禅寺には、死後が禁じられている場所が3つあります。浴室、風呂、掃除、座禅を組む場所、湯室、トイレが当てはまります。これらは三目道場と呼ばれています。なぜ死後が禁じられているのでしょうか。つまり、これらの場所にいると、人は気が緩みやすく、おしゃべりしたくなる場所と言えるのです。おしゃべりしやすいとは、つまり集中できずに雑念が混じるということ。掃除は無心で行ってこそ清潔にできるものです。先人の中には、
トイレで悟りを開く者もいたとか、それゆえ修行に最適の場であり、難しい場でもあるわけです。一般の家のお風呂やトイレでも参考にしたい考え方ですね。お掃除は汚れの引き算。続いて、お掃除は汚れの引き算について解説していきます。本書では、掃除に苦手意識を持つ理由として、次の2つが主な原因であると書かれています。物が多すぎる、汚れを溜めてしまう。その2つの理由を解決していくにあたって、本書では汚れを引き算していくというメソッドを掲げています。汚れを引き算するための3つの心得。1、汚れる前に拭く。2、汚れたらすぐに拭く。3、汚れない工夫をする。それぞれの具体的な方法などは、ぜひ本書にてご確認いただきたいと思います。こちらの3つの心得について、汚れという言葉が強調されてはいますが、汚れを物に置き換えて考えても、その場をきれいに保つという意味ではつながりますよね。何かを得るよりも、まずは手放すことを考えることで、それが不要なものを引き算することにつながります。こちらの3つの心得をもとに、ぜひ物を減らす、処分する際のルールを作ってみてください。ルールが自分の中で確立すると、己を律する、物欲をコントロールすることができるようになります。物欲をコントロールできれば、気に入ったものだけを買うという考え方に変わりますし、一度買ったものは大切に使おうとする、また物を減らすこと、つまり整理整頓の大原則であると言えます。持たずに暮らす、シンプルな生き方を目指す。最後に、持たずに暮らす、シンプルな生き方を目指すについて解説していきます。本書の著者、沖幸子さん、増野俊明さんは、共にドイツでの在住経験がある方々です。ここでは、シンプルな暮らし、生き方について、著者2名のドイツでの生活から見えてきた日本との相違点について、特に参考になりそうなポイントを紹介しています。物欲というものは手に入れた一瞬が満たされるのみで、また別のものが欲しくなる。住まいが整えられる人は暮らしや生き方も整えられる。これらを一つずつ見ていきましょう。物欲というものは手に入れた一瞬が満たされるのみで、また別のものが欲しくなる。欲しいものを衝動買いしてストレスを発散しようということがありますが、結局それでも満たされないし、物欲のキリがないということが起こります。そんな時は、愛着の湧くいいものを持つと普段から心がけることが大事で、それを行うことで衝動買いという行動にまず移らなくなります。別のものが欲しくなるという考え方をしないためにも、選んだ時に長く使える飽きないものをしっかり選んで買い物することを心がけたいですね。住まいが整えられる人は暮らしや生き方も整えられる。こちらは著者2名から見た日本とドイツ人の違いについてのトークによるものです。例えば、物と住まいの落差が大きい日本人がいたとしたら、自身の比較対象は他人に向きがちです。つまり、他人への見栄を張っているということです。その点、ドイツ人の暮らしと比較すると、自身の比較対象は自身の暮らしに向いている傾向があり、例えば自宅の庭や窓先に現れます。BMW、Audi など高級車を手に入れることよりも、自宅の庭の手入れが行き届いていないとなれば、そちらの方が問題なのです。著者の考え方としては、豊かな暮らしに大事なことは、自己評価よりも第三者の客観的な評価と言えます。つまり、煩悩を捨てよ、暮らしに目を向けよ、ということにつながるのです。では最後に、この動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、シンプルな暮らしを目指すには、掃除を通して心の塵を落とすことから、ということ。そして、汚れの引き算の考え方で、実際に掃除や物を手放してみよう、ということ。便利なものに囲まれた暮らしをしていても、心が満たされない。幸せかどうかわからないと感じたら、シンプルな暮らし、つまり雑念がない心豊かな暮らしを目指してみることを提案させていただきました。シンプルな暮らしを目指すには、まずは掃除から始めましょう。掃除をすることによって、人の乱れた心は整えられ、己を律することで煩悩、雑念を断ち切ることができるのです。心が整えられるようになったら、雑念は断ち切られ、余計なものを買わなくなる。
つまり必要なものだけに囲まれて生活をするシンプルで簡素な暮らしに近づけるのです。掃除を行う際は汚れの引き算を意識すること、文字通りの汚れを取る掃除や、また物を手放す際にもこちらを活用していただくと、雑念を断ち切り心の塵を落とすことにつながっていくことでしょう。以上でシンプルな暮らしは掃除からの解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルではお片付けに関する本を紹介しながら、お片付けが暮らしや人生にどのような影響を及ぼすのかを研究し、実際にあなたがお片付けをスタートするきっかけとなるような情報を配信しています。気に入っていただけたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。またこのチャンネルの運営会社アシストでは公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているのでチェックしてみてください。それではまた次の研究動画でお会いいたしましょう。バイバイ。